新日本プロレスの天山ひろやしです。今日は天山チャンネル。始まりました第2弾です、ちょうど1年前にね、天山チャンネル、やりましたけども、ライガーさんすいません、今日はちょっと、時間いただいて、ライガーチャンネルじゃなくて天山チャンネル、いろいろ話していきたいと思いますんでよろしくお願いします。本当は、はい、ライガーさんも、はい、リモートで参加してるだったんですよね、はい、なんですけど、はい、息子さんがいないとそのリモートの設備が整えられないということで、ライガーさん自身は自分できないできないなので天山さんを一人で、はい、はい、もう天山さんといえば、はい、長期療養から復帰されて、はい、復帰されたばかりですもんね。そうですね、先日、試合シリーズちょっと、はいはい、4戦5戦ぐらいかなやりまして、まあ、3ヶ月近くちょっと調子があんまり良くなくて、腰と、まあ、ちょっと足の方がねあんまり、はい、良くなかったんですけど、だいぶ良くなってきて、はい、復帰しまして、もうバッチリ頑張りたいなっていう。モンゴリアンジャップ乱れ打ちでしたもんねもうやりたい方やりたい方やってましたね。もう溜まってたから、ほんとね、もうリング上がってもやりたくてしょうがなかったもううずうずしてましたね。いやすごかったですよ。どうでした、はい、天山コールが起こったじゃないですか。そうですね、ちょうど後楽園でね、声出しありの時だったんで、どんな感じだろうと思って、久しぶりにやっぱねリング上がった時にもうわーっていうこう声援があって、やっぱこれだよなって思いましたよね。まだ全会場じゃないんですよね、場所によって出していいところと出しちゃいけないところは。そうですよね、まあ、地方の場所によっては OK になってきた、はい、声出し解禁になってます、やっぱ声出したいっすよね、見てる側からしても。やっぱりもう慣れたとはいえね、やっぱりこうお客さんが声出てない状態で試合をやってて、やっぱりこうちょっと物足りないっていうかね、うん、試合やっててもね、そういうこうお客さんの声で背中を押してもらうような、そういう時ありますんでね、もう早くちゃんと完全にね声が出して、うんうん、問題ないような感じでね行ってほしいなと思うんですけどね。ちょっとその怪我の具合のことを話していいですか。はい、はいはい、もうプロレスラーって怪我との戦いみたいなのあるじゃないですかそうなんです。いや普通の人からすると考えられないんですけど、それが、いや本当にまだ自分も51ですけども、もうちょっと歩けなくなったりした時あったんですよね。これやばいなと思って、まだこの年でどうしようっていうぐらい落ち込んだ時もありましたけどね、まあ、いくらプロレス30年やってきてるとはいえね、ここまでガタが来るとは思わなかったっていうか、膝も悪いしフラフラする感じ、バランスも取りにくかったりっていうか、大丈夫かっていうぐらいのちょっと歩き方みたいな、だから今までちょっと薬を飲んでね、はい、結構それをごまかしてた部分があったんで、でやっぱ徹底的にちょっとしっかりこう治療して治さなきゃなっていうのでやってるとこなんですけどね。まだ療養中の時何をしてたんですか、その3ヶ月2ヶ月3ヶ月。まあ治療がもうメインですよね。普通のこう日常生活がねやっぱりちょっときついっていうぐらい痛みがあったりするっていうんで、昔から自分がお世話になっているその、まあ、岐阜のね、はい、先生がいらっしゃるんですけど、そこに泊まり込みでねずっと10日間ぐらいとか行ったりとか、朝昼晩とこう治療してもらって、先生のお家で、ね、寝泊まりしてって、はい、もうそれもね結構治療がかなりきつかったというかね、うん、普通だったら針刺したままじっとしててっていう感じなんですけど、はい、その先生とかやっぱ針を刺して状態で、例えばこの膝に刺したらちょっとこう動かしながら動かしてめっちゃ痛い。そうそうそう、じゃあ痛いじゃないですか、はい、もうこの辺とかもうなんかどこ、こんなとこ刺すんですかっていうとこ刺して、でちょっとこうぐるぐる回してくださいとか、それをちょっとやらされたりしていたって、でもそれがやっぱり効果があるっていうのでやんなきゃいけなかったんですけどね。だからまあ、痛いのは確かに痛かったんですけど、まあ、だんだんこう普通にまっすぐ歩けるようになっていったかなっていうのが、やっぱりもう昔からねやっぱりその先生にはもう信頼してるんでね、うん、はい、治療してもらって、まあ、よ
良かったなと思うんですけど、また定期的に行かないとね、また、うんうん、まあ、そういうとこは悪い癖なんですよね。ちょっともう良くなったと思ったら、あとはまず飽きやしないっていう、うん、しばらく大丈夫だろうって、うん、そのちゃんとそこをねやんないとね、その先もまだまだねレスラーとしてもやっていきたいのに、うんうん、だから今はもう体のケアをね見直してっていうか、しっかり やんなきゃなっていう思ってますよね。やっぱ治療中とか、はい、そのなんですか、よくアスリートの方とか言いますけど、うん、その早く復帰したりとか焦っちゃったりするもんなんですか？そうですね、まあ焦るっていうか、まあ確かにそれはあるんですけど、元のね体に戻したいっていう気持ちが、ね、うん、強いし、まあ、リングももちろん復帰したいっていうのはありましたけど、この体はやっぱり戻さなきゃダメだなっていうので、それ一心でねやっぱね、うん、まあ焦りないって言ったら、ね、嘘ですけど、やっぱり置いてかれてるような感じがしてね、やっぱり、ね、うんうん、自分だけ、まあそういうのありましたけども、まあ、焦ってもしょうがないかなっていうかね、まあもう結構大型だから結構なんとかなるわみたいな最終的にね、はい、最終的にそんな落ち込まないようにっていうか、うん、はい、復帰されて、はい、もう試合されて、はい、手応え的にはどんな感じ？そうですね、まあ、まだ、6人タッグとか8人タッグとかね、そういう結構人数が多かったりするんで、まあ、下半身はちょっとやっぱり、ね、まだまだ動きがついていってないんで、うん、モンゴリアン中心にね、うん、暴れてっていう感じだったんですけども、まあ、まだまだやっぱりね 100% の力は出せないかなっていう感じで、もうちょっとやっぱりね、あの治療しながらしないといかないと、ねえ、ひどいですよね。本当に、プロレス好きなんで、やっぱりまだまだもっともっとこう、ね、リング上で戦いたいっていう気持ちが、その熱は冷めてないんですよね、うん、だから体がやっぱり、まあ、故障してやっぱりあっちこっちガタ来てますけど、治ればやっぱりまたリング上がってまた戦えるっていう、戦いたいっていう気持ちはね、やっぱりいつもこう気持ちは持ってるんで、できるとこまでやりたいなっていう気持ちですよね、うん、とにかくやっぱり体がね、続く以上は、うん、やっていきたいなっていうか、もうボロボロですけどね、まあもう早く引退してね、なんかまた違うことやるっていう人もいるし、まあ、人によっていろんなね考え方違うと思うんですけど、うん、なんだろう、まあ、なんかプロレスにまだこだわっていきたいなっていうか、うんうん、やっていかないきたいなっていう感じですよね。天山岩石、まだまだですね、体が続く限り現役でやっていきたいと思います、皆さんの声援、応援が本当に力になりますので、またリングに戻った時はしっかりと天山岩石を応援してやってください。よろしくお願いします。いっかー。